ヨーロッパはユーラシア大陸の西端に位置する大陸です。面積は約1000万平方キロメートル、人口は約7億5000万人です。ヨーロッパは北大西洋と地中海に面しています。地形はアルプス山脈などの山脈、北海やバルト海などの海域、中央ヨーロッパ平原などの平原など多様です。気候は北部は寒帯気候、中部は温帯気候、南部は地中海性気候など多様です。自然条件は石油や天然ガスなどのエネルギー資源、農業に適した土地、豊富な水資源など多様です。歴史は古代から多くの文明が栄えた大陸であり、ローマ帝国、ビザンチン帝国、西洋諸国などの歴史的な建造物や文化財が数多く残っています。文化は西洋諸国の伝統的な文化からイスラム教やユダヤ教などの宗教文化まで多様です。ヨーロッパは古代から多くの文明が栄え、豊かな文化を育んできた大陸です。現在は EU 欧州連合を中心に経済や政治の面で緊密に連携しています。西ヨーロッパはイギリス、フランス、ドイツ、スペインなどの国が含まれます。この地域は経済的に発展し、工業化が進んでいます。また先進的な技術とサービス産業が主要な経済活動であり、観光業も盛んです。様々な文化や言語が共存しています。東ヨーロッパはロシア、ポーランド、ウクライナ、チェコなどの国で構成されます。この地域は歴史的に共産主義体制の影響を受けた国がありますが、近年では市場経済への移行や経済の発展が進んでいます。農業や重工業が主要な経済活動です。北欧諸国にはスウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランドなどが含まれます。この地域は豊かな自然環境と高度な福祉制度が特徴であり、環境保護や社会的な公平性に重点を置いた政策が展開されています。また林業や漁業などの資源産業が重要です。地中海地域はイタリア、ギリシャ、スペイン、トルコなどの国が含まれます。この地域は地中海の気候と農業に恵まれており、オリーブやブドウなどの農産物が栽培されます。観光業も盛んで、古代の遺跡や美しい海岸線が人を魅了しています。中央諸国にはオーストリア、ハンガリー、ポーランド、チェコなどが含まれます。この地域は歴史的な文化的交流の地域であり、ヨーロッパの中心的な位置にあります。観光業や製造業が盛んであり、また EU ヨーロッパ連合の一員として経済的に結びついています。 AI 教科書、中学地理、ヨーロッパの地域的特色。ヨーロッパはアジアと陸続きの大陸であるが、文化や歴史、政治などの面で独自の発展を遂げた。ヨーロッパは気候や地形、資源などによって多様な地域に分けられる。例えば北ヨーロッパは寒冷な気候と森林や湖沼が多い地形が特徴で、木材や水力などの資源が豊富である。ヨーロッパは古くから文明の発祥地として知られ、ギリシャやローマなどの古代文明やルネサンスなどの芸術や思想の運動が起こった。ヨーロッパは産業革命以降、世界の経済や政治に大きな影響を与えた。植民地化や帝国主義によって世界各地に進出し、第一次世界大戦や第二次世界大戦などの大規模な紛争を引き起こした。ヨーロッパは現在、経済協力や政治統合を目指すヨーロッパ連合 EU という組織によって結束されている。EU は28カ国、2020年時点からなり、人口や GDP 国内総生産などの面で世界有数の勢力である。